野川は神奈川県川崎市高津区と宮前区にまたがる町名。住居表示施行前の郵便番号は高津区側が213-0027、宮前区側が216-0001。現在は住居表示実施に伴い複数の町名に分割されている。溶号寺広大な大地を中心とした地域で平地は やがみ川や有馬川の流域近辺に限られている。第一、平野問わず、広く農業が営まれてきたが、近年は、平地や、傾斜地での宅地開発が急速に進んでいる。第一においても、東急の川団地をはじめとする、マンション建設が増えた結果、この地域は、川崎市内でも、有数のベッドタウンとなった。大小問わず、公園や手付かずの自然も多い。 しかし、人口の増加に、地域インフラの整備は追いついておらず、特に商業施設の不足が目立っている。多くの住民は、自家用車やバスで、武蔵小杉、溝口、詐欺沼、東北ニュータウンへ買い物に出る。面積は、以下の通りである。住宅地の地価は、2014年1月1日の、工事地価によれば、 野川座西高地3013番11の地点で19万7千円平方メートルとなっている。野川の地名の由来は、八神川の流れによるものと考えられる。南北の丘陵の間を流れる八神川が、野川と呼ばれ、それに総村という意味で、野川村になったと思われる。1950年代までは、古い農村の姿が残っていた。地、には、 水田、大地上には、畑作、雑木林は炭林に。大正時代には、養蚕が盛んだったが、戦後は変わって、養鶏養豚が盛んになった。1950年頃からは東急による開発の手が入り、土地買収が盛んになり、県営や市営の住宅、団地が立ち始めていく。東急が進めた多摩田園都市計画の中で、 最初に開発を行う、モデル地区として当地が選ばれ、事業が開始した。モデルケースとして早期に結果を上げ、残りの事業地買収に弾みをつけるという狙いがあったので、東急が比較的まとまった土地を確保していた当地が選ばれ、また、事業面積は19.8ヘクタールと、あえて小さなものとされた。ただ、 このような組合志向の土地区画整理事業自体が、川崎市で初めてであったこと、首都圏整備計画におけるグリーンベルト構想の存在、さらには反対する一部地主の存在などもあり、野川第一土地区画整理組合の発起認会から、設立認可までに2年という期間を要することとなった。事業の法的な施行者は、土地区画整理組合であるものの、同級が、 多摩田園都市の一体開発を進めるために、組合が行うべき、一切の業務を東急が代行し、その代行料として、保留地を受け取るという、業務代行土地区画整理事業として行われ、1961年10月の、勘置処分によって完結した。完成と前後して分譲が行われたが、モデルケースという事情もあってか東急の援護者向けに、 別枠で募集が行われたほか、社宅も誘致された。2015年度から住居表示の実施が検討されており、2018年度から2020年度にかけて町内全区域で実施された。住居表示の実施後はすべて別の町名になった。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、高津区側と宮前区側との区別されず共通である。同地域には旅客用の駅はないが、JR 武蔵野線の梶ヶ谷貨物ターミナル駅がある。この駅を旅客化する案もあるが、実現の可能性は低い。なお東駅は2019年10月15日に、 川崎市の野川地域住居表示施行に合わせ、駅舎所在地が、宮前区野川140から、宮前区梶谷がや140に変更された。東側を、中原街道、知って黒川道路が走っている。両道路は、高津区側で交差している。また、中原街道に、ほぼ並列して、第三景品道路が通っており、知って黒川道路との間に、 野川インターチェンジを新設する事業が進められている。武蔵小杉駅、武蔵中原駅、武蔵新城駅、武蔵溝の口駅、梶じ駅、宮前平駅、及び、さ沼駅からバスが利用可能である。武蔵小杉駅、梶じ駅、さ沼駅からの便が多い。しかし、人口の増加に伴う、乗客増に対応しきれないでおり、特にかじ駅。 中原行き、詐欺沼行きは朝ラッシュ時には多くの混雑を見せる。また、バス路線は主に、知って黒川道路や中原街道、有馬街道といった大地の下にある道路を走る。このため、大地の上からバス停までは急な坂道を徒歩で上り降りしなければならず、交通弱者の障害として問題に挙げられている。2008年7月から、 野川南大団地から中原街道を経由するコミュニティバスの運行が開始された。かつて、川崎市交通局の計画では、川崎住管高速鉄道の久住駅を野川、交差点付近に野川駅を野川大西側の宮前区、休日休館診療所付近に建設する予定が存在していた。ありがとうございます。